こんにちは。こんにちは。亀井陽秀先生。はい。はい。先生はバイオリンを教えられてどのくらい経ちますか？バイオリンを教えたの自体はもう2010年とかなので、はい。13年ぐらいですね。講師歴13年ぐらいになります。亀井先生の主な活動は？演奏もしていまして、演奏は年間で十何回とかっていうので、室内楽って言って少ない人数でやるクラシックのコンサートが多くて、で半分以上の仕事がまた教える仕事もしていまして、下は3歳から現在、一番上は80代の方まで幅広くレッスンしてます。じゃあそのちっちゃい子教えるときにご苦労されていることとか、心がけていることって一言では難しいと思うんですけども。そうですね、苦労というと集中してもらうのは大変なんですけど、一番気にしているのはもうとにかくバイオリン、その子にとって人生で初めて出会うものなので、これが楽しいものなのかどうなのかもわからないというか、なのでもうまず好きになってもらう、で楽器が本当楽しいんだなっていう印象を持ってもらうのも一番の、レッスン内容にして、でそれを何ヶ月か続けていくと、もう自分からどんどん上手になっていくので、まずはその好きになってもらう、技術とかじゃなくて好きになるっていうことをもう一つのテーマで、お子さんにはやってもらって、本当にそうすると気が付くと僕が思っていた以上に2、3年でコンクールに入っちゃったりとか、技術は後から結構ついてきたりするのでっていうのを一番大事にしてます。もちろんそれで興味が出てきたら、こう技術的なところもしっかりバックアップしてっていうふうに心がけてます。子どもさんが好きになるきっかけって、例えばたくさんいろんなことがあると思うんですけど、具体的にシールを貼ってあげるとか、 それももちろんあるんですけど、やっぱり一番は親御さん、私もなんですけど、が本当に心からすごいねって言って、褒めてあげるっていうとちょっと違うんですけど、こう応援してあげる、共感してあげて、その自分ができたんだっていう気持ちをすごくこう持ってもらう。だから一つでもいいからできたら、やっぱりすごく一緒に喜んであげるとかっていうことを積み重ねると、本当にバイオリンを持った瞬間にこう楽しい気持ちになれるようになってくるので、その成功体験をとにかくバイオリンを通じて重ねるっていうことを一番お家でもやってほしいし、レッスンでも心がけてますね。じゃあ大人の方はどうですか？大人の方は本当に様々な理由でされる方も多いんですけど、やっぱしその例えば中学生とか高校生の頃、部活の体験とかあったりとかすると思うんですけど、やっぱ子供と違って何か一つのことをこう打ち込む経験って、だんだんこう大人になってくるとこう少なくなってきたりとかして、でまさにましてやっぱ自分自身のために使う時間も少なくなってくると思うので、仕事と別で自分の世界をこう作るっていうことがバイオリン通じてできると思うので、なるべくそういう時間をの助けになるようなバイオリン この方法とか弾き方とか、それをこう達成するために手助けになることをなるべくね一緒に考えてる感じですね。あんまりこっちから押し付けるというよりは、そういうことをやりたいですか、じゃあこういうやり方がいいかもしれないですねとか、こういう曲どうですかとか、人それぞれで僕も楽しませてもらってるぐらいですけどね。なんか以前亀井先生のクラスの方とちょっと待合室で話すことがあったんですけど、バイオリンって大人になると難しいでしょって言ったら、でも前弾けなかったサイタサイタとかチョウチョウとか簡単な曲でも次弾けるようになったり、自分のペースでなんかこの年になって上達していくのが分かるのが楽しいっておっしゃってたんですよ。大人の方でもね、やっぱり達成感とかあるよね、できた成功体験みたいなのがやっぱり子供と変わらないかもしれないです、ね、そうですよね、昨日あったフルートの生徒さんも、私はフルート教えてますけどね、やっぱり上達していく自分を知ることが楽しいって、ね、そういう経験が年を取れば取るだけっていうか貴重になってくるっていうか、そう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 それが子供も貴重だけど、やっぱ大人にとっても
そうですね、うん、本当にそれでこう生活っていうか、まあ大げさだけど人生が変わったっていうような生徒さんも何人もいらっしゃいます、ね、広がっていきますよね、そうですね、音楽にね。でそれを通じてコンサートに行くようになったりとか、友達ができたりとか。そうですね、ありがとうございます。もうじき、今8月の終わりでもうじき発表会ですけれども、そうです、ね、暑いですけど先生レッスン頑張ってください。はい、ありがとうございました。